月2日をもちまして本間は34歳になりました。これからお祝いをしてくれるそうです。明日会うことはできないけど、どんな夕食が待っているんでしょうか。楽しみにしたいと思います。めっちゃいい匂いする。焼肉屋さんです。焼肉やん。一流一流満席です。初めて初めてです。焼肉にしました。最高じゃないですか。僕の大好物分かってらっしゃる。聞いたからね。僕はお肉が一番好きです。何ここ、和牛ってこと？すげえじゃん。そんなにでも高級なとこではないんだけど、でもなんかすごく美味しそうで、いろいろたくさん種類がねえ。和牛カルビ、和牛ロースじゃん。タンもいろいろ種類あるでしょ。うわ、特上厚切りタン、やばい。最高です。もうすでに最高です。はい、34歳お誕生日おめでとう。はい、乾杯。ありがとうございます。あ、最高です。楽しみだね、焼肉。34歳がつきます。ちょくちょく取ってあげる。すごい、切れてる。ナイスライブね。ありがとうございます。厚切り特上ですよ。特上、特上ですよ。やべよ、ちょっと2枚入れとこうか。ちょっと時間かかるかもしれない。なんか変わった焼き鍋っていうか、なんかね、凍ってるよ、グリルが。面白い、初めて見た。これ塩だけどさ、ホームページにはさ、ここタレが美味しい、タレがこだわりって書いてあるから。あ、そうだ。これかそれ良さそう。大好きなタンですね。もうすでに美味しい。はい、どうぞ。味わってすごいすごい。やっぱパンってコリコリするイメージ。うん、柔らかい。あ、違うの。そう。あ、よかったよかった。まだありますからね。はいはい。え、お好きだよ。あ、そう。名前、ユッケ。私、馬肉好きだからさ、こんな感じだよね。ああ、確かに。まあ、生だからな。美味しい。生の刺身って感じ。ごちそうさんした。腹いっぱいすぎて幸せだわ。ああ、最高っすね。鶏和牛最高っすね。何が一番好き？特上牛タン。特上牛タン、特上牛タン、特上牛タン、あれはちょっと一番うまかったかもしれない。美味しかったね、人生で。うん、生きててよかった。これからも生きてもらわんと困りますわ。34まで生きててよかった。はい、ありがとうございました。今日はおめでとうございます。はい、ごちそうです。長生きしてください。頑張ります。来週トレランで100キロ走るけど死なないでね。エネルギー充電したから走れる多分。うん、ここで充電しといたから、うん、充電したから。来週走れます、100キロ、うん、イエイ。うほほほほほほほ、GoPro 11 Black 最新機種じゃん、やば。 GoPro GoPro
GoPro 届きました。なんか椅子の上に乗ってたぞ GoPro。 GoPro あなた最高。ニセコで、ニセコで紛失した。GoPro ありがとう。まあ、それも事前に聞いてたんですけどね。 GoPro 最高。あれじゃん、ワス。いいね。アソトレイルで使わせていただきます。使ってください。間に合ってよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ。うん、 GoPro 最新ですね。これなんかすっげえ頑丈に保護されてるよ。テープだらけになってる。こうはあ、うん、 GoPro さん、かっこいいっすね。やっぱ前回のはヒーロー10です。これは11です。11ブルーンブラック新しいボイス、一つ新しくなりました。もうなくさないでね。ニセコでここにヘルメットをつけてたら気づいたらなくなってましたね。GoPro GoPro どうなってるのが出て見たらついてないよ。GoPro ニセコのニセコのスキー場どっかに大事に使わせていただきます。ありがとうございます。なくさないで。はい。